どうもフォトゴルフです。さあ今日はですねお一人様ゴルフということで、こちらですね大原御宿ゴルフコースにやってきました。ありがとうございます。お世話になります。さあ今回は今から、10番から9ホール行きたいと思います。まさしく今2月でございます。2月の撮影ということはかなり寒いので、千葉県は千葉県でもちょっとあったかいところに行ってやろうということでこちら大原御宿ゴルフコースにやってきました。ただこの大原御宿これはもう僕ずっと知ってました。このゴルフコースあんのはそれなんでですか。いやもう本やなんやでそれでな看板でも見てるしどこかで、あとはやっぱりこちら井上誠一先生が設計っていうのは知ってました。だから一度は行ってみたいけどもまあ都内から行くにあたってここ来るまでにいっぱいゴルフコースあるやんか。だからわざわざちょっと時間かけてっていうよりも近いとこ選んでたのよ。でもいつか行きたいと思ってた。だからまあそういった意味では別に暑い寒い関係なく、僕は回りたかったんです。じゃあもちろん、ハーフなんで本当にレギュラーティーからボギーペースの本当の45ということを目標にしたいと思います。あの前回の収録では、はい、まあ、フルバックでしたけども、はい、大月プロ、はい、はい、ハーフ69でしたので言わないで20以上縮めてくださいよ今日は。そういうことやね20縮めても49 いやーやっちゃったな。よしちょっとここは本当に45以下で皆さん回りますんでちょっと最後までご覧ください。よろしくお願いします。さあ、インコースの9ホール回りたいと思います。まずは10番、こちらパー4で、379ヤードとなっております。はい、もうまっすぐですねゴール地点。さあ今日はキャディーさんいてないんでみんなで協力しようよ。頼むよ。とりあえずもう OB なしだったらっていう考えです。もう右のバンカーに入れようが大丈夫です。じゃあお願いします。力まない。はい、大月プロに言われた右かこうかぶらない。あんまり左向かない。右目です。バンカーには入ってないと思います。はい、とりあえずはまあちょっと右行きましたけども OB じゃないんでバッチリです。よし行こう。いいんですいいんです。スコアをまとめる絶対にもう今日はもう絶対に45以下ボギーペース。本当にもうね今日はもうキャディーさんもいてないしゲストの方もいてない。もうこれはねもう俺の腕の見せ所。もう本当にねもう慣れたスタッフしかいてないからね緊張することもないからもうこれでほんまに45以上叩いたらもうこれほんまマジで今日は結構長旅やからね帰りの車の中一人でやばいよ叫びまくるよ。あのちなみにこの間、はい、大月プロの、はい、撮影を終えた後は、はい、あのわーって叫ぶはなかったんですか。そうなんです。言ってたでしょ僕、はい、本当にダメな時一人で叫んでる時あると。この間は散々叩いたけどあのね叫ぶどころか満足感でいっぱいあった。もう本当にこれ負け惜しみとかじゃなしに大月プロがすごすぎてその本当にすごいあのプレーをもうこの近くで見てたらもう感動で本当よ。もうあれからすごく気持ちいいのこれ動画も何回見てんの俺自分の動画自分の動画言うか大月プロのやつよ。だからこの間は大丈夫だったけど今日あかんかったらマジでボッコーやからね
道のりも長いですしね。長いからほんまに181ヤードです。はい、今日はねちょっとセットが変わったんで、今までと、今はだいたいドライバーの次が5番ウッドやったんよ。もう今回から3番ウッドと7番ウッド入れてるから。ほんでユーティリティも、まあ4U は入れてきたけども、あと5U、6U とまた違った入れてきてるからね。これはまた新しいフォトゴルフ、皆さんお一人様見れます。両サイドバンカーでっかいのあるけども全然ビビらず、ピン方向、花道方向で、右ですね、右のバンカー方面です。いきなりバンカーかな。はい、まあ本当に大怪我しないのはピーで転がす感じやねんけど、でもこういうのやっぱり5-8ぐらいで寄せる感じを勉強していこうかね。5-8やったらもういきなりグリーンのちょっとピンより右目に落とす感じで、ナイスです。まあちょっと、まあ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 、ね、ちょっと手前には流れましたけども、よかったけども、下からなんでしっかり打ちたいですね。うん、思ったより曲がらない。やった、最後の一転がり、よし、パーです、パーです。なんかこうフォローの風が ね吹きましたよね今ね、ほらね最後の一転がり、今見た、今取れてる？取れてます。あのタイガーのナイキのマークみたいになってなかった？あ、それぐらいのなんか雰囲気だけはマジでありましたね。最後の人ナイキ、このフォトゴルフのマーク出なかった、うまいことね。ナイスパーです。ナイスパーやんね。よっしゃ、やっぱ気合いやで。相当気合入ったもん今日。いや、やっぱりいろいろと教えていただいたものがちょっとずつこう身になってるってことやで、本当に。マジで。さあ続いて11番パー4ですね。397ヤードと、まあレギュラーティーからしたらまあありますよ、パー4にしては。見えてますけどもかなり砲台なんですね、グリーンは。そうです、ここは本当にこうグリーン周りが、はい、もういかにちょっとどういうところに乗せるかという、うんうん、なるほど。まず1打目もう左はダメなんで OB やし、やっぱバンカー入れたくないし、右やけども気があったりするね、うん、セカンド考えると右ですよね、絶対右やね、はい、うん、だから今の10番と一緒、ちょっと開いてもいいよ、おぐしょー、うん、旗方面、あ、なんか歩いてる、キョン、何キョンって、まあ、この辺りに、うん、あの野生なのかな、あれは生息してる動物ですよね。たまに動物園とか行けばね、うん、いますけど、一つ目 OK、 もうバッチリです。さあでも距離がたっぷりあるね、パー4やから、うん、ほんでまた
なんかグリーンがかなり放題で独特みたいやからね。やねんけどもグリーン周りはバンカー見当たれへんもんね、その分ね。センターで170で、でもちょっとフォロー吹いてるよ、フォロー吹いてる。だから160でいいんじゃないですか。結構吹いてるわ、160か165のクラブで。ということは新しいユーティリティ5番か6番かあるけども、まだこれ今日デビューですよ、ね、デビューです、今日デビューです。なのでどれぐらいキャリーで飛ぶとかちょっと不安やね。じゃあちっちゃめにいっとくの方が、ちっちゃめ5U、6U あんねんけど、6U でもしっかり振るようにするわ。で多分短いと思うけど、大きなるよりはミスとしてはいいと思うから。もうグリーンセンタードセンターぐらい狙って、方向としてはあ左左行った。ちょっと見えない、ちょっと見えないね。ちょっと行ってみましょうか、はい、うわすごい放題、何よこれ、ボール、こんなにあるよ井上さん、うわ超むずやね。選択肢としてはピッチングで、トンと土手に当てるか、58で上げるかやない、58で上げるか、あとはユーティリティで転がすか。なるほどね。それでも俺普段やったことないやんか。そうですね、やったことないもん、やることは怖いですもんね。怖いね。だどっちかでしょうね。今日はみんなで協力やから、金森さん的にはどっち進める？まあ俺の感じやで、ね、もちろん自分がやるんじゃないで。58いきましょうか。58がいい。58で打ててるんで。あ、そう。緩まず。緩まずね。オッケー。左足下がりなのね。でも上げようとせんでいいじゃないですか。勝手に。そうやね。勝手に上がる感じで。止まって。止まって。止まれ。止まれ。おお、止まった止まった。セーフ。ギリ。止まってますよ止まってます。大丈夫大丈夫。難しいよこれ。いやいやでも今の、もう最高のショットじゃないですか。この位置からだと。もうちょっと入れなあかんのか。ですけど。もうちょっとふわっと上げたよね。でも左足下がりですもんね。今。でつま先下がりでしたから、いやもう乗れば OK みたいな。 OK やね、確かにね、はい、弱いね。まあまあでもライン乗ってたね。だから言うほどそんな曲がれへん、やっぱり。ボギーでした。まあいいでしょう、ボギーやったらね、ボギーペース。 OK、 次行こう。このホールボギーだったら全然十分なんじゃないですか。いや十分やと思う、はい、すごいねだってここと隣のグリーンとこう、これ分かる、この感じ。これだってスケボーのまあまあ、ね、バンクみたいな、これほら。そうですね、こんなもんね。だからやっぱりあれですね、後年っていうか、晩年の作品やから。いや素晴らしい、そういう思い切ったことされたんですかね。なるほどね、素晴らしい作品やね。はあ面白い。これが11番か。これ叩く人多いやろな、ここ11番なんか古墳みたいですもんね前方後円とか円墳とかね
じゃあ続いて12番パー4ですね、ちょっと測ってみて、見ていただいたら141ぐらいということです。ちょっとフォローが吹いてます。でバンカーが133で超えるんですけど、うん、まあ要は多分6、7ヤードしかないってことですよね、エッジ。はい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 。もしかしたらこのフォローですけど、うん、グリーンセンターの方が安全なホールかもわかんないですね。まあ結構フォロー吹いてるんで、普段ならちょっと9番でいいかなって思うけど、今の聞くともう8番にしますわ、うん、とりあえずバンカー越えるのを考えて8番で、ちょっとここはもう奥行ってもグリーン上やったらいいかなっていう。あー巻いていく左や、左のカート道ぐらいですね。ちょっと力入って巻きましたね。フェイスも結構かぶってました、うん、また寄せ番で行きましょう。うわでも結構これもきてみると放題やねでもこのシチュエーションなんか意外とあの、うん、ちょっとライはあれですけど、あれ星になりますね。チッパーですかなるほどね、うん、なんか ね富士桜もこんなんから寄せた気がしますよ ねこれは僕逆にちょっとなんかこっちの方から転がす感じでこうタタタタタタみたいなをあのイメージできましたんで、ここはもうちょっとそれでいきたいと思います。まあでも本当にもしグリーン乗ったとしてピンより左残すよりは右に残した方が上りなんで、次優しいと思うんですよ。だからあんまり左過ぎないぐらい、うん、まあグリーンに乗せるのがまず先決なんですけど、でも左行くか、まあまあうん全然まあまあまあここはだからね、こう自分でイメージできたのがやっぱり良かったよね。さっきはもう全く分からなかったけど、まあいいでしょう。よし、ちょっとやっぱりそんな読まなくていいかな。ちょっとフックするかな。うわ、残念ですがボギーでした。はい、まあナイスボギーです。ナイスボギーとしましょう。うん、いいですね。あ、切れる。うわ、チャンネル登録お願いします。